お腹や腹筋が気になる方におすすめな右から左に腹筋というのを紹介していきます。たったの1分間ですので、ぜひ一緒に真似して行ってください。必ずやった後はですね、お腹が痛くなっておたけび上げたくなると思います。頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹にガツンと効く簡単に行いやすい右から左に腹筋というのを紹介していきます。腹筋って通常上体を起こしたり戻したり、または足を上げたり下ろしたりっていう感じで腹筋に効かすんですけども、実は上げたり下ろしたり起きたり戻ったりすることによって力が少し抜けてしまいます。ですので、力が抜けるということはお腹が休まるということです。お腹を効かすためにとっても時間が余計にかかっちゃいます。で、今回はお腹に力が入ったまま、ずっと入ったまま。なので、すごい短い時間、たったの1分、右から左に動くだけで、めちゃくちゃ鍛えられます。ぜひ、真似して一緒にやってください。紹介します。まず、寝ます。床は布団とかベッドじゃ少し柔らかくて難しいので、フローリングの上にタオル、または絨毯の上でやってください。そして足は肩幅よりもちょっと広げます。これくらいです。これで手を合わせてどっちでもいいです。上体を起こします。で、手は膝の皿の上まで、できるだけ上体を起こします。こっから10秒。もう一回右から10秒といった感じで右から左に2回動きます。合計1分間です。これを一緒にやっていきましょう。上体はとにかく起こします。準備はよろしいでしょうか。手を合わせていきます。この10秒間ですけども、できるだけ息を吐き続けてください。吐き続けてすぐ吸って、吐き続けてすぐ吸ってっていうのを右から左に3回を2セットやっていきましょう。それではいきます。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラスト。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あー、お腹に効いた。お腹が痛かった。はあ、息が止まるかと思いました。はあ、皆さんどうでしょうか。腹筋に効いたよって方、よかったらコメントよろしくお願いいたします。たったの1分、腹筋を何回も何回もね、こうやってね、やっても力入れて力抜いての繰り返しですから、時間かかっちゃいます。もう20回できる人は30回できますし、50回できる人は100回ぐらいできます。なので、こうやってお腹の力が抜けないようにお腹を引っ込めながら、今回は息を僕は数えましたけど、本当は息を吐き続けた方がいいです。ふーって吐きながら、お腹をどんどん収縮させていく。お腹をどんどんへこましていく。そうすることでお腹が引っ込んできます。手を伸ばすのが、右膝、真ん中、左膝っていう風に動いていきますから、
両サイドの外腹斜筋も鍛えられて、真ん中の腹直筋も鍛えられる。そして10秒間息を吐きますから、腹横筋が鍛えられる。これがもう最高の腹筋です。右から左へ腹筋と言います。よかったら、覚えてもらって、シェアしてもらって、この動画を皆さんに紹介してください。ぜひよろしくお願いいたします。登録されてない方はですね、これからも少ない回数、短い時間で聞く効果的なエクササイズしか紹介しません。もしくは、効果的なダイエット方法、運動が苦手な方、筋力が少ない方に向けた効果的な5分10分のエクササイズ、そういった感じで載せていきますので、登録の方も必ずしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.